t r s 八十は1 9七十年代終盤から1 9八十年代、初めに丹技コーポレーションが製造し、同社が経営する家電量販店のラジオシャックにて販売したマイクロコンピューターのいくつかのシリーズのブランド名である。1 9 7七年十一月に出荷が始まり、同年十二月のクリスマス前には各店舗に並んだ。ホビーストや一般家庭や スモールビジネス分野で人気となった。バイト氏が1977トリニティと呼んだ中でも単理和主位であったが、その背景には3000点以上のラジオシャックを通してコンピュータを販売していたという事実がある。最初の TRS-80 はクワーティ配列のフルストロークのキーボードを備え、小型であり、不動小数点数をサポートしたベーシックプログラミング言語を内蔵し、 モニターが付属して600ドルで発売された。リリース前の予約価格は500ドルで、事前に手付金として50ドルを渡しておき、商品受け渡し時に手付金を返還する方式だった。最初のシステムの最大の欠点は、非常に電波干渉が強いことで、AM ラジオをコンピュータの隣に置いて電波干渉をゲームの効果音に使うことがあったほどである。FCC は、 電波干渉についての規制を厳しくし、そのためモデル I の代替として、モデル3がリリースされることになった。1970年代中頃、ラジオシャックはアメリカでも成功している電気店チェーンだった。同社の仕入れ担当だったドン・フレンチは、コンピュータキットの3つアルタイルを買い、その後自分でもコンピュータの設計を行い、製造担当副社長ジョンブイローチに、それを見せた。 ローチは感銘を受けなかったが、ラジオシャックはナショナルセミコンダクターのスティーブ・レーニンガーを雇い、フレンチの設計を評価させ、1976年6月にコンピュータ開発に取り組むことになった。同社はキットでの販売を考えていたが、初期のコンピュータショップであるバイトショップで働いたこともあるレーニンガーは、ハンダ付けできる人は非常に少ないと主張して説得にあたり、 組み立て済みのコンピュータを販売することを進めた。社内にはマイクロコンピュータの発売に反対する声もあったが、一時期ラジオシャックの売り上げの20%以上を叩き出していた市民ラジオの人気に陰りが出てきたため、同社は新製品を探していた。1976年12月、フレンチトレーニングアーは正式にプロジェクトを任されたが、コスト低減が市場命令とされた。 例えば、小文字を扱い内容にすれば、原価で1.5ドルの低減となり、売り値では5ドルの低減になる。1977年2月、ラジオシャックの親会社であるタンディの社長、チャールズタンディに、完成したばかりのプロトタイプで単純な税務、会計プログラムを動作させてみせた。しかし、タンディが自分の給料の額である15万ドルという数字を入力すると、オーバーフローが起きて、 プログラムがクラッシュしてしまった。そこで二人はタイニーベーシックに不動小数点数計算機能を追加した。フレンチは5万台の売り上げが可能だとしたが、会議的な重役たちは199ドルの価格で、せいぜい年間1000台から3000台の売り上げだと見積もった。ローチはタンディを説得し、3500台の製造で合意を取り付けた。これは、 ラジオシャックの店舗数にほぼ等しく、もし売れなかったとしても、各店舗の棚卸業務などに流用できると考えた末の数字だった。1977年8月3日、ニューヨークでの記者会見で TRS-80 が発表された。価格は399ドルで、12インチモニターとラジオシャック製テープレコーダーを流用した。 データレコーダーを含めると599ドルとされた。それまで、ラジオシャックが販売していた最も高額な商品は500ドルのステレオだった。ラジオシャックは、これをきっかけにより高額な商品を扱うようになり、消費者が抱いている、安っぽいというイメージを打破したいと考えていた。主要ターゲット市場は、スモールビジネスで、ついで教育市場、そして一般消費者や、 ホビーストという優先順位だった。実際にはホビーストが主な顧客となったわけだが、ラジオシャックはホビーストを相手にすることがビジネスの主流になるとは考えていなかった。記者会見と同じ日にニューヨークでテロリストによる爆弾騒ぎがあり、TRS-80 の発表はあまり注目を集めなかったが、TRS-80 について問い合わせる6袋。 文の手紙が届き、1万5000人から TRS-80 を買いたいという電話が殺到して、交換機が麻痺する事態となった。ライバルのコモドールは、PET2001 を数ヶ月前に発表していたが、まだ出荷できていなかった。ラジオシャックは、同年9月には、出荷を開始した。年間売上予想は3000台だったが、最初の1ヶ月半で1万台を売り上げ、 最終的には20万台以上を売り上げることになった。1981年、ローチがタンディの CEO に就任し、レーニン側は同社の戦略計画ディレクターとなり、フレンチはソフトウェア会社を起業した。コンピュータを製造を販売するようになってもラジオシャックのイメージは変わらず、トラッシュマイナス80などと呼ばれたりもしたが、1984年には、 総売上げの35%がコンピュータとなり、タンディラジオシャックコンピュータセンターを500店舗立ち上げた。モデル I は分厚いキーボードのような形状である。写真の中で手前にあるキーボード部分は本体でビッグマ -1001 と似ている。なお、電源ユニットは本体に内蔵されていない。モニターが載っている筐体は別売の I、大拡張ユニットである。 CPU には Z80 マイクロプロセッサを使用し、1.77MHz で駆動していた。当初の搭載ラムは 4K バイトだったが、後に 16K バイトになっている。Z80 の高速版、Z80A が登場するとそちらに切り替えている。旧モデルユーザーの間では CPU を換装し、クロックを高速化するといった改造が流行った。 trs-80 のディスプレイにおける文字とピクセルの配置ロムで内蔵されたベーシック言語には2つのバージョンがある。レベル i ベーシックは 4K バイトのロムに格納可能で、レベル2ベーシックは 12K バイトのロムに格納可能だった。レベル i は単精度不動小数点演算のみで、コマンドも少ない。一方、レベル2は倍精度不動小数点演算をサポートしコマンドも、 豊富だった。レベル2には後にディスク機能も追加され、ディスクベーシックをロード可能である。レベル i ベーシックはフリーなタイニーベーシックをラジオシャックで TRS-80 に移植し、機能追加したものである。非常に素晴らしいマニュアルが付属したことで注目された。文字列変数はオーストラリアドルとビードルの2つのみ、数値変数は A から Z までの26個。 配列は A の一つだけであるシン。タン、といった関数のコードはロムには含まれていないが、マニュアルの最後に掲載されていた。エラーメッセージとしては、シンタックスエラー、ゼロ除算などの演算エラーに対する、ホアとメモリ範囲外エラーに対する、ソーリーがある。レベル I ベーシックはトークン化を行わないので、予約後はそのまま格納される。メモリに格納できる。 コード量を最大化するため予約後の省略型を使うことができる。例えばプリントを P と書くことで3バイト節約できる。レベル2ベーシックはマイクロソフトからライセンス提供を受けており、ロムは最大12キロバイトだったので 16K バイトの拡張ベーシックを機能縮小した。マニュアルはレベル i ベーシックほどわかりやすいものではなかった。レベル i ベーシックから レベル2ベーシックへの感想は199ドルでラジオシャックが言った。カセットテープに保存したレベル i ベーシックのプログラムはレベル2ベーシックで使用する前に変換する必要がある。そのためのユーティリティがレベル2のロ m に内蔵されている。ディスクベーシックはディスク iO が可能で場合によっては強力な層と検索、フルスクリーン編集などの機能も使える。 レベル2ベーシック動作状態でディスクベーシック用コマンドを使おうとすると L3 エラーと表示することがある。マイクロソフトはカセットテープを媒体とした拡張ベーシックであるレベル3ベーシックを発売した。これは16キロバイト版ベーシックの全機能をほぼカバーしたものである。また標準搭載のベーシック以外にプログラムツールとして単ではマクロアセンブラ。 マシンゴエディタなどを販売していた。スクリーンエディタ機能を持つ NBASIC、KYBASIC など後年に出てきた BASIC と異なり、TRS-80 では BASIC のプログラム編集に LINE エディタが使用された。特定の行番号の特定の文字を変更したい場合は、該当の行番号を持つ行を表示した後、スペースキーオーカによってカーソルを右方向に移動させ、 該当の文字に到達したところで大文字の C を入力し、新しい文字を入力することで文字の置換が行われた。TRS-82 は無料で、ブラックジャックとバックギャモンが同梱されていた。また、ラジオシャックから給与計算、家計簿、教育ソフトなどがカセットで発売された。パックマンやギャラクシアンといったアーケードゲームを無許可で移植し販売する。 個人プログラマや企業が多数存在した。アドベンチャーゲームの増加などは他のホームコンピュータから移植された。TRS-88 章のゲームもコズミックファイター、ディフェンスコマンドなど多数存在する。ダンシングデーモンはゲームというよりも実験的なエンターテインメントソフトである。オフィス用アプリケーションとしてはビザッカルプクなどの表計算ソフト、 エレクトリックペンシルやスクレッポジートといったワープロソフトがある。TRS DOS ベースの電子掲示板システムとしてオンライン 80BBS が開発された。TRS DOS は OS として貧弱だったため大体 OS 市場が生まれた。ニュードース、ダブルデイス、ドースプラス、ルドース、ニュードース、80、ウルトラドース、ベトスなどがある。Z80 を使ったマシンでは ビジネス用途の標準 OS として CPM が普及し TRS-80 も同様である。しかしモデル I はビデオメモリの配置に問題があり CPM がほとんど役に立たなかった。つまり CPM 用ソフトウェアをモデル I で動作させるには修正が必要だった。日本では当時国内に点在したラジオシャックチェーンと 全国の特約店で販売された。カナ CPU モデルは1979年6月25日発売。日本で販売されたモデルは当初は付属の電源ユニットを AC100V に変更したのみであったが、後にカタカナに対応したカナ CPU モデルが販売された。キーボードがカナ配列に変更されており、エンターキーの大きさを半分にしてエンキーを増設している。 また右シフトキーを金切り替えキーに変更してシフトキーが左側のみになっている。ファームウェアやベーシックインタプリタの違いによる互換性の問題があり、特にマシンゴプログラムはそのままでは動かないケースがほとんどだった。モニタとのセット販売のみで標準ディスプレイとグリーンディスプレイの2モデルが用意された。価格はグリーンディスプレイの方が2万円高かった。 既存モデルを悲しい PU モデルにコンバージョンするサービスも提供された。ソフトウェアでは悲しい PU に対応したアセンブラや DOS、金文字対応の在庫管理ソフトなどが発売された。TIAC からは互換期の PS-80 や PS-85 が発売された。TRS-80 モデル i のクローン、DGT-100 モデル i には 様々なクローンが生まれた。ロボマックス -80、LNW-80 モデルズ i-2、ドイツ製で CP-M にも対応している、アスター CT-80 などがある。各社モデル3での改良を先取りしており、拡張インターフェースのクローン版も発売している。香港のいいカモモデル、i クローンを開発し、様々な名称で、世界中で販売した。 オーストラリアとニュージーランドでは、ディック、スミスシステム -80、北米では PMC-80 及び PMC-81、ハンガリーでは、HT-1080Z、南アフリカでは TR、TRZ-80、西ヨーロッパでは、ビデオジニーとして販売している。拡張バスは TRS-80 とは異なり、いいかも。 独自の拡張インターフェースを発売している。いくつかのバージョンがあり、後にホーム版とビジネス版に分けられ、後者はカセットレコーダーを内蔵する代わりにテンキーを装備していた。e c a w TRS-80 モデル I をベースとしたカラージニーも発売した。こちらはグラフィックス機能などが改良されており、互換性が完全ではなくなっている。ブラジルではいくつかの業者が モデル i-3-4 のクローンを開発したディスマックシリーズ D8000、D8001、D8002 は南米で初めて量産されたパーソナルコンピュータであるディジタスの DGT-100 と DGT-1000、プリロジェカの CP300 と CP500、シストタイリトロニカルダのシストタジュニアなどがある。プリロジェカは TRS-80 カラー。 コンピューターのクローン CP400、c p 4 0 2も作っている。ドイツでは SCSGMBH がモデル i c h r o n のコンテック i を発売した。ソ連では TRS-80 のアイデアを借用してコルベットという教育用コンピューターを開発した。タンディ10は机の形状をしたコンピューターで1978年にリリースされたが、 まもなく販売中止となった。TRS-80 モデル21979年10月、スモールビジネス市場向けにモデル2を出荷開始した。1984年、クリエイティブコンピューティング市はこれを最先端のビジネスマシンと呼び、ラジオシャックのブランドでなかったらビジネス市場を席巻していたかもしれないと評した。モデルーはモデルイの上位互換ではなく、 全く違ったシステムである。ビジネス専用マシンとして最先端のハードウェアを使い、ドマ、ベクトル化された割り込み、取り外し可能なキーボード、メモリマップド i、o ではなくポートマップド i、o を採用するなど、モデル i にはなかった様々な機能を備えている。8025のテキスト表示をサポートし、8インチフロッピーディスクドライブ、32KB か 64KB のラム、 RS-232 にポート、セントロニクスパラレルポートを備えている。ビデオメモリは CPU からは直接アクセスせず、レジスタ経由でのみアクセスする。ブートローダー以外の BIOS 機能を ROM に搭載していない。BIOS が ROM 上になく、ポート IO を採用しているため、アドレス空間のほとんどをソフトウェアが使用できる。トレスドースとベーシックが動作する。 トレスドースはモデル I 用と互換性がない。そのためモデル I ほどアプリケーションが揃わなかった。逆に、サードパーティーからリリースされた CP-M は問題なく動作した。拡張スロットが3つあり、追加のシリアルポート用カードやビットマップグラフィックス用カードなどが登場した。単理は、モデル2専用の机を370ドルで発売した。 これには追加の8インチフロッピーディスクドライブを3台と8.4メガバイトの HDD を4台まで搭載できる。1982年、モデル2の後継として、モデル12が登場した。ハーフハイトの両面フロッピーディスクドライブを採用し、モデル2のほとんどの回路を1枚のメイン基板で実装している。ビデオとキーボードのカードがメイン基板のスロットに挿入されている。 拡張カード用筐体が別に用意されていた。モデル12は、工述するモデル16バイトから、モトローラ製プロセッサを除いたもので、モデル16バイトへのアップグレードが可能となっている。TRS-80 モデル31980年7月、タンディは、モデル3をリリースした。モデル I の後継機として、小文字表示が可能となり、キーボードが改良され、 カセットインターフェースが1500棒となり、Z80 プロセッサが高速化されている。なお、モデル I は FCC の新たな電波干渉防止規格に適合していなかったこともあって、間もなく販売終了となった。モデル3は、モデル I の完全上位互換ではなく、80%のソフトウェアしか動作しなかった。しかもディスクフォーマットが非互換だった。 ベーシックとトレスドウスにもバグが多かった。オプションでディスクドライブを内蔵可能である。電源は本体やディスプレイと共通であるため、ディスクにアクセスするたびに画面の表示画面に見えて小さくなるという現象が発生した。1983年4月、モデル3の後継としてモデル4がリリースされ、CP-M を正式にサポートするようになった。 従来のモデルではベーシックロムをハード的に細工して0バンチ以外に移動させないと CPM を動作させることはできなかった。そのためサードパーティーが CPM サポートのためのアドオンボードを販売していた。あるいは CPM 自体を修正して0バンチ以外で動作できるようにしていたがその場合はアプリケーションも修正が必要である。 モデル4では8024文字の表示モードが CP-M 用に追加されている。モデル4に同梱されたトレスドウス6はロジカルシステムズのルドウスを拡張したもので従来のトレスドウスよりずっと強力である。トレスドウス6を立ち上げると8024文字表示モードとなり 64KB の全メモリ空間に a ムがマッピングされる。 モデル3用 OS ディスクを使えば、モデル4で、モデル3のソフトウェアを実行可能であり、その場合は6416文字表示となり、ROM が0番地からマッピングされる。TRS-80 モデル 4P モデル4で、オプションのカードを使えば、640-240、または512-192の、高解像度モノクロングラフィックスが可能である。派生モデルとして、 持ち運び可能で小型のミシンのような形状をしたモデル 4P が1983年にリリースされた。初期のモデル4の基板には Z8000 という16ビット CPU を搭載できるようになっていたが、そのためのオプションがリリースされることはなかった。TRS-80 モデル16はモデル2の後継としてリリースされたもので、モデル2をアップグレードするキットも発売されていた。 モデル16は16ビットの MC68000 とメモリを搭載したカードを挿入し、Z80 を i、オープロセッサーとして使うようになっている。8インチ両面フロッピーディスクドライブを2台搭載している。トレスドウス -16、またはゼニックスが動作する。トレスドウス -16 は従来のトレスドウスに MC68000 対応を加えただけであり、 MC68000 用のコードは Z80 との共有メモリウィンドウを通して MC68000 カード上のメモリにロードされ実行される。ゼニックスはユニックスシステム3の全機能を提供しており、マルチユーザーもサポートしている。ゼニックスの方が人気となり、ビジネス用との隠しアプリケーションが移植された。単理もマルチユーザー対応のワープロソフトスクレポジート十六。 表計算ソフトマルチプレーン、データベースソフトプロフィール16、会計ソフトなどをリリースした。言語としては、コボル、ベーシック、C 言語が用意された。RDBMS のユニファイやインフォーミックスもリリース、されている。このゼニックスは、マスタースレーブ型の実装になっており、入出力は Z80 で行い、それ以外の処理は68000で行うようになっていた。 モデル16の後継がモデル16バイトで、さらにタンディ 6000HD が登場した。HDD を内蔵し、MC68000 も 8MHz に高速化されている。外付け HDD として 8.4MB、15MB、35MB 15、70MB 35 70の装置を発売し、RAM は最大 768KB まで搭載可能。 RS-232 ポートを6本追加でき、端末を接続して、マルチユーザーシステムを構築できる。TRS-80 から、コンピュータ TRS-80 から、コンピュータは、MC6809 を使った、明確に、ホーム市場を試行したマシンである。コモドール64や a p p l e ーあたり8ビットコンピュータと直接競合した。OS としては、 OS-9 が動作した。世界初のラップトップ型コンピュータの一つである。TRS-80 モデル100、タンディ1 0 2 TUNDY200、タンディ6 0 0といった機種がある。日本の強セラが設計し、マイクロソフトがソフトウェアを開発した。このシリーズはモデムを備えていて、ベーシックやテキストエディタを内蔵している。音響カプラを使えば、 どこからでもファイルを転送できるため、ジャーナリストに愛用者が多かった。1984年に登場した、タンディ200はモデル100の上位機種である。ラムは2 4イトから7 2イトまで、拡張可能で、416文字表示の液晶ディスプレイを備え、表計算ソフトも内蔵している。TRS-80MC-10。 TRS-80MC-10 は、短命に終わったコンピュータで、あまり知られていない。外見は、シンクレア ZX81 に似ている。MC6803 を使った小型のシステムで、ラムは 4K バイト。オプションで 16K バイトラムパックや、サーマルプリンターが用意された。フランスでは、若干手を加えたマトラアリスが発売されている。 カセットレコーダーでプログラムのセーブ、ロードを行う。ココとは互換性がないが MC-10 とココを扱った雑誌が出版されていた。アプリケーションはほとんど発売されなかった。TRS-80PC-2,TRS-80 TR ポケットコンピュータはカシオやシャープのポケットコンピュータを TRS-80 のブランド名で販売したもので。 複数の機種がある。1980年代前半、タンディは MS-DOS マシンの製造販売を開始した。MS-DOS が動作し一部アプリケーションも動作するが、IBM PC とは完全互換ではない。最初の製品としてタンディに線があり、それにタンディ線が続いた。しかし、市場の中心は MS-DOS マシンではなく PC、a t 互換系と移っていき、 CPU 速度もそれに伴い高速化していった。互換機の価格競争が始まるとタンディはそれに、追随できなくなり、自前の製品を製造することをやめた。また、タンディ1000は、DEC との共同製造契約によるもので、DEC も販売していた。ありがとうございます。